そこにいらっしゃるのは副騎士長のファナティオ・シンセシス・トゥー殿ですね。天仙剣のファナティオ殿がわざわざお出ましとは、元老もよっぽど慌てているようですね。それとも慌てているのはファナティオ様ご自身でしょうか。このままじゃ副騎士長の座を金木星殿に奪われかねませんしね。見習いの子供がなぜ名誉ある騎士の戦場にいるのだ。くだらない。戦いに名誉とか格式とか持ち込むから一騎当選の聖豪騎士様が二度も負けるんだよ。だでも安心していいわよ。騎士様がこれ以上醜態をさらさなくて済むように私たちが侵入者を捕まえてきてあげたから。これから私たちが侵入者さんの首を落としますから、よく見てちゃんと最高司祭様に報告してくださいね。まさか名誉ある聖豪騎士が手柄を横取りするような真似はしないと思いますけどね。なんて動けない。剣士キリト、並びに剣士ユージを、王がしてまみえた非礼を深く詫びる。非礼ついでに今しばし我らの不名誉をすすぐ猶予を与えられたし、その後存分に剣を交えさせていただくがいかに。聖豪騎士第2位ファナティオ・シンセシス2であるトガビトよ、我が神器天仙剣には一末の憐憫すらもありえぬゆえ、言うべきことがあるならばこの剣が鞘にあるうちに言うがよい。不思議に思っているだろう。どうして俺が動けたか。お前たち口を滑らせたな。全修道士と修道女は部屋から出ないよう命令されてるって。カセドラルの中に命令を破る者がいるはずない。なら命令に従わないお前たちは本物の修道女見習いじゃないってことだ。それにお前たちの腰にある鞘、そりゃ南方の攻撃が姿勢だな。ルベルリの毒鋼で作られた。この剣に触れても腐らない唯一の素材だ。ただの修道女見習いがそんなもの持ってるはずがない。だからお前たちが近づいてくる前に毒素分解術を唱えておいたんだ。剣の速さだけが強さじゃないぞ。詰まるところお前たちが愚かだったってことだ。ここで死ぬのも仕方ないくらいに。でもお前たちは殺さない。その代わりによく見ておけ。お前たちが馬鹿にしてる聖豪騎士がどれだけ強いかをな。麻痺は数分で解ける。口が動くようになったら騎士たちに気づかれないように武装完全支配術の詠唱を始めるんだ。準備できたらそのまま保持して俺の合図を待て。待たせたな騎士ファナティオ。剣士キリト、参る。実力のほど見せてもらおう。聖豪騎士ファナティオ・シンセシス2、参る。残念だ、貴様の野望はここでついえよう。さらば若く愚かなトガビトよ。
がびて我が天仙剣の意向に平伏するがよい。少しはやるようだな。だが天仙剣の新勢力はなおも耐えることはない。己が罪を悔い三女神に心より帰依し許しを請うがよい。さすれば城下の霊光はそなたの罪をすすぎ天界へと導こう。ではさらば若く愚かなトガギ。今だ、ディスチャージ。見たな、貴様。これは貴様もそんな顔をするのか、トガビト。教会に弓引く大逆の徒である貴様すら私が女だと知った途端本気では戦えないというわけか。私は人間ではない、天界より地上に召喚された聖号騎士だ。なのに貴様ら男は私が女だと知った途端そのように蔑むのだ。同輩にとどまらず悪の化身たる暗黒騎士どもの将ですらな。言っとくけどな、俺がさっき驚いたのは兜が壊れた途端にあんたの剣気が嘘みたいに弱くなったからだ。顔を隠し剣筋を隠し自分が女だってことを誰よりも意識してるのはあんたじゃないのか。殺せ、貴様だけは。こっちだってそのつもりだ。あんたが女だからって手を抜く気はさらさらない。これまで何度も女剣士に負けてるからな。では私が戦ってきた輩とは違うようだ。だが私は貴様を倒さねばな。たとえ騎士の誇りを踏みにじってもな。かくも無様な技で勝利する私を嘲笑え。貴様にはその権利がある。天仙剣に秘められた光を今こそ枷から放たれよ。リリースニコレクション。バカ野郎、自分まで構成に
友情、さすがの間合いだ。おかげで助かったよ。キリト、待ってて。今忠実を。ダメだ、技を止めるな。あいつはこれくらいじゃ倒れない。え、だってあの人はもう。システムコール。生きてを強引に。本当に人間なのか。くそ、お前に、お前らに正義なんかない。止まれ、止まれよ。憎しみじゃあいつには勝てないよ、ユージオ。お前は聖号騎士が憎いからここまで来たわけじゃないだろ。アリスを取り戻したいから、もう一度会いたいから、アリスを愛しているからここにいるんだろ。その気持ちはあいつの正義に決して劣るもんじゃない。俺だってそうだ。俺もこの世界の人たちを、お前を、アリスを、あいつだって守りたい。だから今はあいつに負けるわけにはいかない。そうだろ、ユージョ。光よ、エンハンスアーマメント。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。ごめんよキリト、本当は僕が前に出て戦わないといけないのに。役割の差だよ。ありがとうユージオ、俺はもう大丈夫だ。無理するなよ。それだけやられれば外からは見えない傷が残っているはずだよ。ゴブリン連中にやられた時よりマシさ。それよりあいつが心配だ。キリト、あいつはお前を殺そうとしたんだよ。あいつらは自分たちのことを絶対の善と言い、お前にとっては絶対の悪だったんだろうけどさ、俺たちもあいつらも生身の人間なんだ。そんな絶対の善悪なんてもの、人間には決められないんだよ、きっと。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。無理だよキリト、出血が多すぎる。誰でもいい、まだいるんだろう、聖号騎士。仲間を助けに来いよ。司祭でも修道しても誰か来てくれ。頼むよ、誰か。見てたら助けてくれ。そうだ、来てくれカーディナル、カーディナル。それはダメだキリト、カーディナルさんがもう予備はないって。それはアドミニストレーターと戦うための。分かってる、でもこれを使えば助けられる。助ける手段があるのにそれを使わないなんて、人の命に優先順位をつけるなんて俺にはできない。やれやれ、仕方ないやつじゃな。カーディナル、あんたか。時間がない、当然のことを聞くな。カーディナル、すまない、俺は。今さら謝るな。お主の戦いぶりを見ている時からこうなるのではないかと思っておった。状況は理解しておる。ファナティオシンセシス2の治療は引き受けよう。しかし完全修復には時間がかかるゆえ、身柄はこちらに引き取るぞ。手短に伝えるぞ。状況から判断して
アドミニストレーターは非覚醒状態にある可能性が高い。あやつが目を覚ます前に最上階にたどり着ければ探検を使わずとも排除が可能だ。急げ、残る聖号騎士はわずかだ。取り乱して悪かった、ユージを。いや、謝ることじゃないよ。ちょっとばかり驚いたけどさ。それじゃあ先へ進むか。うん。さてと。うん。